サントッテ・アンニバー・レ・フィリッポ・デ・ロッシは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、革命家、愛国者、軍人及びギリシャ独立戦争に参戦した軍人である。イタリア統一運動の初期にあたるピエモンテ革命で、主導的な役割を果たした。一般的に、サントッテ・ディ・サンタローザと略され、イタリア及びギリシャで活躍したことからピエモンテとギリシャの英雄として知られる。 サビリアーノのサントレディ、サンタローザ像、サントレディ・サンタローザは1783年10月18日、ピエモンテの貴族の家に生まれた。父親はサルデーニャ王国軍の兵士であり、ナポレオン大聖下ではナポレオンボナパルトに仕えていた。その影響から軍人を志すが、最初は政界に入り、1807年、24歳のサントルテは若くして、 故郷サビリアーノの市長となった。1812年にはサビリアーノ市長を辞任したが、1814年にはサルデーニャ王国にとってより重要な都市であるラスペツヤの副知事となった。サボヤ王政復興後は政界を引退、軍人としての地位を得て、ビットオリオイマヌエーレ一世のこのエレン隊の主流団部隊長を任された。いくつかの小規模な戦闘で指揮官として、 武勲を挙げた後は徴兵検査の検査官として陸軍で活躍し、1820年には聖マウリッツユオ・ラザロ勲章を授与された。しかしその一方で秘密結社カルボナリと接触して絶対君主制を否定し、立憲主義を掲げるようになり、同じく革命を望む海名貴族やブルジョアジー商人や上級市民と交流を持つようになった。これ以降は、 サルデーニャ王国軍に服属しながらも革命を施行するようになる。放棄を持ちかけるカルロ・アルベルトとの密談百8 2 1年1月、立憲を求める学生が鳥の大学で警察と衝突する事件が発生する。学生に多くの負傷者を出した。この事件は当局の強引さを白日のもとに晒し民衆の反感を買ったが、その一方で、 ほとんどの王族や貴族は憲法を否定し警察を擁護した。そんな中、王族では唯一カルロ・アルベルトのみが学生との連帯を示し、負傷した学生を見舞った。このような背景があり、カルロ・アルベルトは多い継承権を持っていたことも、相まって立憲革命の象徴としての役割を担い始めていた。3月6日の深夜、サントッテ・ディ・サンタローザは、 王の幕僚であったカルロディ・サンマルツアーのジャチントプロバナやグリエルモグリバルディモフファと共にカルロアルベルトの元を訪ねた。そして軍隊が立憲を求めて決起する計画があることを打ち明け王族であるカルロアルベルトにはその先頭に立って民衆を導くよう説得した。カルロアルベルトはこれを受け入れピエモンテ革命に王族の指示を取り付けることに成功した。なお、 この密談を主導したのは、サントッテ・ディ・サンタローザである。若き頃のサントッテ・ディ・サンタローザ密談以後、サントッテ・ディ・サンタローザは革命に協力的な政治家であるアメデオ・ラビーナやカルロ・アルベルトとの密会を繰り返し、決起の正確な日付や順序を計画立てた。しかしカルロ・アルベルトは恩賢派、チェザー・レバルボに早まらぬよう中言され、次第に態度を曖昧にしていく。 そしてカルロ・アルベルトは最終的に決起への協力を断るが、時すでに遅く3月9日には中都市、アレッサンドリアのサルデーニャ王国軍中流部隊がグリエル・モアン・サルディに率いられて憲法制定を求めて決起を始めてしまっていた。この反乱は数日でトリノに広がりビットオリオ・エマヌエーレ一世は、大意、代わってカルロ・フェリーチェが大いにつくも外遊中で、 トリノにいなかったため実質的な王権はカルロ・アルベルトが握り、彼が組織した臨時政府の下でサントリッテ・ディ・サンタローザは臨時の戦争大臣に任命された。ただし、新王カルロ・フェリーチェはビットリオ・エマヌエーレ一世をしのぐ保守的な王として知られ、当然革命を許容しなかった。カルロ・アルベルトも3月21日には王からの圧力を受けのノバーラに逃れている。 この結果、王族から裏切られた、サントッテ・ディ・サンタローザ含む、革命政府は反逆者の落印を押された。一方のバーラには王に、忠実な兵士が集結し、ビットーリオ・アメデオ・サリーエデ・ラトゥール将軍が、指揮官として、革命政府の鎮圧命令を受けていた。さらには、革命政府から、戦線布告を受けていた反革命主義を鮮明にする、オーストリア帝国が正式に、 フェリーチェの要請を受けて革命鎮圧に乗り出す。こうして革命政府は四面疎下の状態となり、サントッテデ,ディ・サンタローザは当初こそ徹底抗戦の姿勢を示してロンバルディアに進軍してオーストリア帝国軍を迎え撃つことを考えたが、ロンバルディア貴族フェデリーコ・コンファロニエリからはそれを思いとどまるよう中言が届いたためそれを断念。結果、革命政府は ほとんど無抵抗のまま解体されてしまい、サントッテ・ディ・サンタローザは4月9日には、ジェノバに逃れた。スファクテリアのサントッテ・ディ・サンタローザの記念碑サントッテ・ディ・サンタローザは、今回のピエモンテ革命の首謀者とも言える存在であり、失敗した以上逮捕されれば死刑は免れなかった。そのことから、マルセイユやリヨンを経由して、スイスに亡命し、ジュネーブでは、 他の亡命したイタリア人愛国者、ルイージ・オルナートやフェルリナンド・ダル・ポッソと交流を持った。その後、ローザンヌ・パリを経由して、ロンドンへの移り住んだ。ロンドンでは、ジョバンニ・ベルシェや、ウーゴ・ホスコロ、ジャチント・プロバナなど、イタリア人愛国者との交流を維持し、革命への熱意を絶やさなかった。また、フランスに滞在していた間には、 ピエモンテ革命を助持的に記したピエモンテ革命を出版。これがフランス文学者の目に留まり、特にビクトル・クザンとの友好関係を築いてこれは生涯途絶えることがなかった。しかし1824年になるとオーストリア帝国に支配されるイタリア同様にオスマン帝国という大国の支配下にあったギリシャで独立機運が高まり暫定政権が樹立されるなどしていた。 サントッテ・ディ・サンタローザはそれに共鳴し、安全なイングランドを捨てて、ギリシャに渡る。そしてギリシャ軍に入隊して1825年には、増援部隊100名の指揮官として1825年、スファクテリアの戦いに参戦し、何らかの形で、そこで戦場に散った。サントッテ・ディ・サンタローザの死は新聞を通じて、ギリシャ中に伝えられ、 イタリア人でありながらギリシャのために戦った英雄としてその名が知れ渡った。そして敬意を表し、戦死したスファクテリアにある洞窟近くには彼の記念碑が建立された。また、イタリアでも彼の死は大いに悲しまれた。愛国者、文学者として知られるジョビータスカルビーニには自身の作品の中で彼の活躍を称えている。ありがとうございます。